ビフォーご覧の皆さん、D でーす。D でーす。ボーカルの佐々木です。ギターのルイザです。ギターのヒゾです。ベースの常人です。ドラムのひろきです。はい、D をですね、6月28日、はい、ニューシングル、ダークフェアリーテールを発売します。イエイス。イエイ。はい、D がその新章、はい、妖精王の物語ということで、うん、はい、妖精をテーマにしたコンセプトシングルですね。そうですね、全てが妖精の曲になってるんで、うん、ぜひ世界観に浸ってください。はい、はい、お願いします。ということでね、今日この映像、はい、夏至の日、そうなんです、ミッドサマー、はい、に撮ってます。そうです。妖精界と人間界が最も近づく日にライブをして、うんうんうん、はい、映像撮ってます。映ってますか、我々。まあ、近づいてる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 。大きさ的に大丈夫です。大きさ的に、ね、一番大きいです。一番大きい。近づける。はい、そうですよね。はい、それからインストありますね。はい、そうですね。うん、ね、発売して、はい、発売記念のインストはたくさんありまして、はい、それからツアーもあります。はい、ありがとうございます。ツアーもありますね。はい、ツアーは何時からどこから始まるの？7月21日、仙台からですね。うん、はい、その日はその日はですね、7月21日の前日が、うんうん、なんとひろきさんの、うん、誕生日です。えっ、おして知らなかったね。その日は教えましょう、仙台インスタイベントがね。そうですね、ありますね、はい、そして、はい、全国もありまして、うん、8月29日、はい、赤坂ブリッツで、あれ、あれ8月29日です。この日ってさ、この日はええアサロン、アサロン、アサロン、アサロン誕生日、イエイ、アサロン誕生日、8月ですね。はい、佐々木くんの誕生日、私の誕生日ですね。すごいね、一本のザーに2人も、そうですね、アサロンブリッツ、ちょっとそういう動作がね、重なりまして、こういうね、ツアーになりました。そうなんです。赤坂ブリッツはですね、夏、もうそっちに行きます。あ、いやいや、赤坂ブリッツですね。未発表曲音源プレゼント、はい、ということでですね、うんうん、こちらも、妖精王の物語の、うん、コンセプトシングル1曲ね、うん、なってますんで、ぜひ手に入れてください。はい、ゲットしてください。ということで、ひでぞく、夏なんだっけ。夏です。今回お題がありましてですね、はい、リフさんからですね、はい、この夏チャレンジしたい、ことを教えてください。はい、チャレンジ、この夏チャレンジ、夏にチャレンジしたいこと、夏にチャレンジ、どうですか。ありますよ。何ですか。誕生日の日に雨を降らせない。それは無理じゃん。無理じゃん。どうすればいいんちゃうの。あえて、あえて喜ぶからもうね、自分自身にね、ちょっとね、ハードル上げておこうかな。もうそこら辺前後2、3日は多分もうザーザーゴロゴロピカピカ言ってるかもしれない。まあね、夏ですしね、結構わかんないからね、急に変わったりするんで。チャレンジですか。はい、頑張ります。そうチャレンジ。じゃあ僕はですね、僕縄跳び苦手なんですよ。うん、で前ねツアーで、やつはね、二重跳び流行ったじゃないですか。うん、でアサロンすごいです。わあ。止まらなかった。まだ続くのっていう感じで。いつまでものすごかったね。俺は。本当に3回できるかなぐらい。俺もね、ちょっとそんな感じであれなんで、そうですか、今年5回できるように頑張って、二重跳びをたった5回ですけど、僕からしたらすごい、ものすごいパートナーです。これはね、大丈夫です。できます。できますか。この夏太鼓判が妖精だよね。あ、お前羽傷つけないように。そう、気をつけて。飛んでヒュッキャン。ヒュ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 ピーって笛鳴るまで飛び続けて。もういいから、もういいから、もういいからやめろ。大人審査員だもん。一人でずっと残ってたから。優勝まだやってんのみたいな。すごすぎる。今回もう二重跳びはもうあれなんで、二重アヤントリーもできるから。おお、これクロスするやつ。クロスするやつできるから。すごいな。三重跳びもね、マジっすか。三重跳びを何回かできる。ヒュ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 ン。違うの。ヒュヒュヒュン。ヒュヒュヒュン。ヒュヒュヒュンは二重跳びなんだよ。
あ、そうか。音的には。キュヒュヒュン。タタタタン。30飛びってまだ俺、見たことないんだけど。すげえ難しいですよ。すげえそれ。まだね、1、2回しかできないんで。ジャンプ力と手の速さと。1回ジャンプした時に縄が3回足の下を通るんですよね、着地まで。そうすごいな。それにチャレンジ。チャレンジしてみます。すごいな。決まったぜ。まだ宣言してない人。はい。おじゃあ秀夫さんどうぞ。え、僕ですか。どういうことだよ。僕はですね、まあちょっと最近というか、そのね、縄跳びやったシーズンはね、体鍛えてたんですけど、最近サボったんで、またちょっとやってみようかなと思って。やりましょう。まあそのやり方をね、前回夏ちょうど体を鍛えるっていうのをね、いろいろとその反省点を生かして。もうちょっと科学的にやってみたい。科学的なんかね、結構無茶な感じでやってた。気合だけでやってました。気合だけで根性論でやってた。そう、なんで何も知らなくて、まあいろいろあの浅井さんやね、ひろさんとかゆいちゃんの教えてもらったりしたんですけど、まあそれよりも今回はもうちょっと科学的な理論的に攻めてみて、以前俺が浅井くんに誕生日プレゼントでもらったダンベアを、ダンベア、ダンベア、これ持ってきますよ。うわ、あれね、あれだって楽屋に搬入されてたから。ダンベア。はい、じゃあ次。そうですね、あのルイザさんが得意だったですね、あの腹筋ローラー。ああ、はい、やってたね。腹筋ローラー、あれ一回もできないんで。なるほど。俺できないんですよ。いやいやいや、俺もできない。そうですよ。なんであれ行って戻ってくるのが急激に大変らしいんで、まああんまり無理すると痛める可能性もあるので、一回ぐらいはやりたいね。いいよね。チャレンジね。チャレンジ。行けたらチャレンジ。稲造さんに借りるんで。よろしく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 。ここで全員いました。そうですね。は今日はですねライブだったんですよね。はい。発売記念ライブということで、すごいいいライブできましたね。はい。集まってくださってありがとうございます。ありがとうございます。もう発売間近ですから。新曲披露しましたね。そうですね。すべてね。披露して、でツアーではプレゼントする曲も披露しながらもあるんで、ぜひこの夏ね、妖精たちと過ごしましょう。はい。うん。さあ待ってます。待ってます。インスタも待ってます。待ってます。ということで D でした。D でした。